島県民テレビ。浅田ちゃん、今日の、はい、県民テレビのテーマは何？今日のテーマは、はい、妊活です。妊活？妊活、うん、妊娠をするための活動のことですけど、妊娠についての知識を身につけたり、はい、自分の体の現状を把握すること、はい、そういった活動なんですよ。あ、楽しみだね。はい、まずは街行く皆さんに妊活について聞きました。妊活っていう言葉ご存知ですか？はい、わかります。体温もちゃんと取ったりとか。へー、お友達同士。お友達同士、体温測ってみたり、ちょっと検査もしてみたりっていう感じですかね。うんうん、それはもうご結婚されてから？あ、そうです、そうです。はい、病院で自分の体がどの状態にあるのかっていうのを調べに行って、はい、なんとか妊娠したんですけど。続いては来年結婚予定のカップルに聞いてみました。初めて聞きました、あの妊活という言葉。言葉はちらっと聞いたことあるぐらいで、そのどう具体的に何をするのかというのは分からないですね。あ、なるほどね。県民テレビ。そろそろ子供が欲しいな。子供が欲しいのになかなか授からない。これから妊活を始めようとする方、不妊を心配する方などを対象とした講演会と相談会を広島県では開催しました。なかなか病院で聞けないことも聞けたっていうのも大きいですし、2人で参加できることがあるとやっぱり共通意識を高めることもできると思いますし、今後自分たちがどうしていったらいいかっていう、うん、考えるための規定にはなるんじゃないかな。妊活のキーワード、夫婦揃って考える行動することが大切なんです。2人は妊活をサポートする先生を訪ねて県立広島病院にやってきました。お話を聞いたのは生殖医療科主任部長原哲明先生。若い世代に結婚や出産のタイミングの重要性を説いています。あの妊活という言葉を聞くようになったんですが、はい、何か理由があるんですか？まあ、最近あの日本はですね、すごく晩婚が進んでますので、はい、女性の場合はですね、やはりあの35歳を過ぎたらですね、妊娠を少ししにくくなると。あ、しにくくなる、そうなんですね。同時にですね、あの男性の検査もですね、進めるということがすごく大切なんですよね。調べてみるとですね、まあ男性側にあのまあ不妊といいますか、そういった原因がある方がですね、まあ大体3分の1から半分ぐらいおられるわけです。あ、そうですか。そうなんですね。そんなに多いですか。ですから、まあ、あの男性女性同時に来ていただいて同時に検査をしていくということが非常に 大切だと。広島県ではご夫婦での不妊検査や一般不妊治療に要した費用の一部を助成しています。詳しくは広島県不妊検査で検索してください。妊活というのは、はい、夫婦で一緒に考えて行動するのが大事なんだね。そうなんですよ、はい、しかもできるだけ早く行動することも大事になってくるんですよね。急げ、はい、妊活を進める皆さん、はい、まずは一歩踏み出してみませんか。広島県からのお知らせ、ご覧の日程で妊活交流会と不妊に悩む方を対象とした個別相談会を開催します。参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。広島障害者職業能力開発校の新年度入校生を募集しています。募集する訓練科目など詳しくは募集担当までお問い合わせください。次回も